にある島に行く船なんですけども、今日はですねちょっとね以前も言ったんですけども、ペンション島、小島に行ってみようかなと思います。それこそバブル時代にペンション産業が栄えたという場所なんですけども、今となってはというようなね、なかなか交通も不便なのであまり人がいない島なんですよね。ちょっと今日はねそこをがっつり探索していこうかなと思います。島なんですけども、この、ね、目の前ものすごいこのペンションの数、一度だけね行ったことあります。でも途中でねやめたんですよね。船の便が少ないので、で今日はちょっと時間を取りましてぐるっと回っていこうかなと思います。ものすごい数のペンションです。こっち側行ってみましょう。ここはねこの先は多分そんなにものすごいものというか何かあるわけじゃないんですけども、この先はまだ行ったことなかったと思います。おそらくペンションとかそういうものはあると思うんですけども、ここには観光スポット的なやつはないんですけども、ちょっとペンション見るのなら分かりやすいかなと思います。
なんだこれは。このホースとなんか車輪ね、つないでなんかちょっと謎な感じですけども、何の目的で。もうなんか使われてなさそうな船が一隻停泊してます。その手前になんか気になるものがあるんですけども、普通だったらこれ多分海に浮いてるものなのかな、停留場的な。まあ、魚を入れたりするのかな、これなんかスペースありますけど。このエリアなんですけども、まあ、ペンションが、ね、いっぱいあるんですけども、ちょっとこの下からだと意外と分かりにくい感じです。船からだとまあまあインパクトがある感じだったんですけど、下からだとちょっとこの浜からだと分かりにくいのと、ちょっとこの先何もないという情報を得たので、本来行くべき道を通っていこうかなと思います。最初から行けよという話なんですけども、まあ、そこにはね神社とか、 なんか古墳とか見晴らしのいい場所らしいです。ただめちゃめちゃ急な坂があるということで、ちょっとねあんまし行きたくない場所でもあったりする、通りたくない場所でもあったりするんですけども、ちょっと行ってみようかなと思います。ここですね、めちゃくちゃ急な坂がずっと続きます。
向島神社っていうのがあります。昔の家ですね。あのペンションができる前ぐらいからの家ですね。あったと思われる家なんですけども、これもトタンね。で、あのもうこれも昭和の時代の、もう本当に昭和の最初ぐらい、戦時中ぐらいからあるようなね感じの家ですね。ものすごい年季を感じるんですけども、でも大体こういう家は、まあ、この時代、今の時代だったら大体倒壊してるんですけども、まあ、残ってるということですね。以前ねこういう建物をね見たんですけども、見たことあるんですけども、大体あの風通しのいいね、あの竹林の中にあったりとか、そういう感じなんですけども、ここも結構あの竹林があったり、あんましその湿気をね感じないような場所ですね。だからあのやはりこういう島なんで、なるべくあの長い年数ずっと立ってられるような構造なのかもしれません。土壁にトタン、あのね木の中に蜂の巣作ってますね。スズメバチの巣ができてます。あの中におそらく蜂がね何匹も大きい蜂が入ってきました。ちょうど
あの大木の穴が巣の入り口、やばいな。頭上をね通っていったんですよね。そしたらあの巣の中に入っていたという。ちょっと気をつけましょう。この先ね、同じような建物がたくさんあります。で、もうほとんどがね倒壊してるんですけど、まだ残ってたりする場合もあります。ちょっとね、どれぐらいの時代にあったのか確認する、なんか痕跡みたいな残ってればいいんですけど、先を急ぎます。猫がいますね。おいで。よいしょ。分かったんだな。まあ80年代とか、まあそれぐらいの、それぐらいなのかな。ここね、家が建ってたんですけども、完全に崩れてますね。
消防倉庫の裏に建物あるんですけど、おそらく消防というか、まあ集会所みたいな感じですね、雰囲気的には。ちょっと縦長、横長で、まあ、ちょっと会議ができそうな雰囲気の場所、建物です。こちらの建物が小学校ですかね。情報によれば小学校っていう話を聞いたんですけども、比較的なんか綺麗な建物残ってますけども、ちょっと行ってみましょうか。日瀬小学校、高島文庫。日瀬西小学校。でこの先ずっと行ったら展望台があるということです。行ってみましょう。いやー、なんかね、絵になるような、なんていうんですか、この入り江、まあ、今人が住んでる気配がほとんどないんですけども、まあそのね、全盛期はここで、まあバーベキューしながら釣りしながら、まあ、楽しんでいたというような、なんか雰囲気がしますね、これ。あ、これはすごいですね、このペンションの数。ものすごいペンションの数です。
野生のタヌキ。なんでこんなとこにいるんだ、逃げないで。おいで。すごい自然すぎる。排水池、これは給水かな。工事はの住民を支える水がここに置いてあります。山頂ですか、ここは。国立公園、日生諸島、コウノトリ山頂。うお、すごい、これやば。このカキイカダがね、一面見えます。こんな感じで見えるんですね。素晴らしい。
昔あの屋敷があった雰囲気残るような場所ですけど、今いる場所なんですけど、船着き場、まあ、最初初回あの始まりの船着き場に向かってる最中なんですけども、まさに反対側からね、反対側の道を通ってこの船着き場に向かおうとしてるんですけども、最初のあの行き道はねペンションとかいろいろあったんですけど、反対側にはこうやってね昔の家がたくさん残ってます。そこにもねありますね。まあその昔漁村として栄えた時代、まあ、こんな感じで立っていたんでしょう。でも今となってはあの朽ち果ててね、土に還る家があったり、まあ、その上にペンションができたりと、まあ、またなんかちょっとね、時代に合わせての時代にしにの時代に時代の流れがね、感じ取れるようなそんな工事もです。ようやく元の船着き場に戻ってきました。今が5時過ぎなので、2時半に到着して3時間ぐらい島を歩きました。結構ヘトヘトですね。何か何かこう船のような感じですね、形的に。まあ、このペンションとしてまだ有効活用、まあ、使われている、ね、場所もあったりとか、それこそあの、まあ、宿貸別荘みたいな感じになっているという話もあったりするんですけども、まあ、こんな感じで、ね、あの昔 の, その痕跡というか昔ながらのお家もあったりで、まあ、全然崩れてるやつとかあったりとか、まあ、歴史の長さをちょっと感じたりとか、まあ、その中にペンションがあって、まあ、どうにかリゾート化しようとした昭和の終わり、平成の初めだったんですけども、まあね、ちょっとやはりこの島に来るって言うとやっぱ結構不便なのかな、不便な感じもするんですけども、でもすごいねいい場所かなと思います。あの
風通しも良くて景色も良くてで空気も綺麗 で野生のね動物タヌキとか鹿とかいっぱいいるんで、まあ、おそらくこう突撃してくるということはないと思うんですけども、やはりこういう自然の中でね登山、まあ、散歩するのってすごいいいなって改めて思いましたね。ぜひ皆さん時間があればぜひ時間と体力があればぜひ来てもらいたいなと思うような場所でございました。目指せは、展望台でございます。はい、というわけで今日はこんな感じでした。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。